食べられてるやつがいい？いいよ、15枚ね。え、食べられてるやつとか。うん、いいよ。これとか？うん、15枚。美味しそうなやつね。2、3、もうちょっと取ろうか。これとかどう？これとか。これは？うん。チョッパーで刻みたいと思います。何枚だろう、まだ何枚？全部入れるけど、ちょっとちっちゃく切ってからの方がいいかも。ちぎり忘れた。蓋をボールの中に入れます。今からニラを刻みたいと思います。小さすぎたかもしれん。いいよ、だってどうせバラバラになるんだもん。え、またベビーチョッパーで切る。そう、バターを持って3枚取りたいと思います。それでキャベツをボウル小さくします。大体でいいよ、入れば。チョッパーで刻みます。一番
最初何入れたかどうか分かんなくなってる。しそ？あ、しそだ。全く何も見えないね、しそとか。これを洗います。しいたけ、しいたけを刻みます。これくらいかな。スプーンでこねます。あ、ほんとだ。塩コショウを入れたいと思います。オッケー。ニンニクを入れたいと思います。生姜を入れたいと思います。混ぜます。餃子の皮を使いたいと思います。綺麗にできた。あ、つけたよね、確か。やった方がいいかな。ちょっと